1983年にオープンした東京ディズニーランド。2001年には東京ディズニーシーが誕生。東京ディズニーリゾートはオープンから41年を迎えました。そして東京ディズニーシーができて以来、最大の開発規模として注目されているファンタジースプリングスが来月6日にオープンします。3つの新エリアに映画の世界に迷い込んだみたいです。4つの新アトラクション、そして新しいディズニーホテルも誕生。かわいい。ディズニー大好きな私加藤が徹底解説、東京ディズニーシーファンタジースプリングス大特集。ファンタジースプリングスは東京ディズニーシーのアラビアンコーストとロストリバーデルタの間を抜けた先にあります。アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、そしてピーターパンの3つのディズニー映画を題材にしたエリアです。やってきました、ファンタジースプリングス。入り口では岩で作られたピーターパンやエルサとアナ、そしてラプンツェルなど新エリアにちなんだキャラクターたちが出迎えてくれます。ファンタジースプリングスとは魔法の泉という意味。魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界をテーマにしています。まず最初に訪れたのはアナと雪の女王をテーマにしたフローズンキングダム。ありました、エルサの魔法で作られた氷の宮殿です。美しいですね。それがこのシーン、映画の世界がリアルに再現されています。そして周りの山々も岩肌が切り立っていて、アレンデールの舞台、北欧の地形のフィヨルドが細部まで再現されています。本当に映画の世界に迷い込んだみたいです。エリア内は街並みまで忠実に再現されているんです。そしてフォトスポットも充実。エルサになりきったり、映画のワンシーンのようにソリに乗ったりして写真が撮れるんです。皆さんに見てもらいたいのはこの先、この門を抜けるとアナとエルサが暮らすアレンデール城が見えてきました。実はこのお城はレストラン、中ではお食事が楽しめるんです。わあ、かわいい。ここがエルサの戴冠式が行われた大広間です。お城に招待された気分を味わえます。城内では玉座に腰掛けたり、映画の中でアナが絵画に会釈しているこのシーン覚えていますか？こんな写真も撮れたりするんです。このレストランでいただける料理はこちら、アレンデールロイヤルセットです。寒い地域の煮込み料理を参考にしていて、メイン料理はエルサの氷の結晶の焼き印が押された牛肉のパイ包み焼きです。デザートには雪だるまのオラフが描かれているんです。可愛いですよね。ではいただきますと言いたいところなんですが、ここでクイズです。オラフの鼻は何でできてるでしょうか？これはサービス問題です。正解はそう、人参です。トナカイのスベンにもよく食べられちゃってましたよね。このデザートはオラフのマシュマロココアムース。オラフごめんね、いただきます。絶対一口じゃなかった。もっちもち、中にレモンクリーム、爽やかなクリームが入っていて美味しいです。またプラス料金でお土産、いわゆるスーベニアのスプーンとフォーク、ランチョンマットもついてきますよ。映画の世界で食べるお食事は格別でした。さてお城の隣にあるのは新アトラクションフローズンジャーニー。アトラクションに乗るまでの道のりもアナ雪の世界そのものです。おーいこれよ、うんうん、こっち
このアトラクションではボートに乗ってアナと雪の女王の物語を体験できます。冒険と真実の愛が織りなす壮大かつ心温まる物語を楽しむことができるんです。前だけじゃなく後ろにも進み、スリル満点。もう最高でした。エルサの魔法をすぐ近くで感じられたり、雪があるエリアでは少し風が吹いて温度が下がったりと、本当に映画の世界に入り込んでいるみたいでした。このエリアは夜も必見。山と宮殿がライトアップされ、お城も幻想的な空間に包まれます。続いてのエリアは映画塔の上のラプンツェルをテーマにしたラプンツェルの森。あれ、歌声が聞こえるんですけど、あ、塔の上にラプンツェルがいます。素敵な歌声ですよね。そしてよく見ると下には保護泥棒ヴィンランガーの姿がありました。このエリアでは映画に登場したあの酒場がレストランとして楽しめるんです。ラプンツェルの映画にも登場したスナグリーダックリングです。ラプンツェルが荒くれ者たちと仲良くなって夢を語り合った場所ですよね。店内も映画の世界そのものです。お店の奥にはピアニストを夢見た荒くれ者が演奏していたピアノもありますよ。壁には斧が刺さっていたり穴が開いていたりと争ったような跡があるんです。こちらではお店の看板にもなっているアヒルをイメージしたハンバーガーが提供されています。ダックリングドリームバーガーをいただきました。このボリューム大きいですよね。重たいです。ガッツンときますね。ビーフのパティに加えてソーセージも入っているので食べ応えが十分です。スモーク風味のソースがたまらない。こちらのスーベニアはラプンツェルとフリンが描かれたランチケース。そしてスイーツも充実していましたよ。さてここでまたまたクイズです。このスイーツ実はあるものをモチーフにした入れ物に入っているんですが、それは一体何でしょうか。ヒントは映画に登場するあれです。正解はフライパンです。映画の中ではラプンツェルが身を守る道具として使っていましたよね。このスイーツはダッチパンケーキのような生地にラプンツェルの髪の毛をイメージしたレモンクリームやフルーツが乗っています。生地がもっちもちね。このレモンの爽やかなクリームが相性抜群です。美味しい。甘すぎなくてさっぱりといただけますね。そしてスイーツにもスーベニアをつけることができるんです。ラプンツェルのプレートやドリンクにはタンブラーのセット、コースターは看板のデザインになっています。これはゲットしたいお土産ですよね。こちらにも新アトラクションが。その名もラプンツェルランタンフェスティバルです。行ってきます。ボートに乗って年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンチックな旅です。ランタン綺麗、本当に浮かび上がってるみたいです。いや、こんな綺麗なところで告白なんてされたらもうイチコロですよね。幸せな気持ちになりました。ロマンチックな気分です。もうこのままここに私は住みたい、プリンセスになりたいです。
日が暮れるとランタンが浮かび上がったような空間が広がります。こんな写真を撮ることもできますよ。紹介する最後のエリアは世界初、映画ピーターパンを題材にしたピーターパンのネバーランド。ネバーランドにやってきました。いやーすごい、本当に映画の中の世界みたいです。私子供の頃からピーターパンのウェンディーになるのが夢だったんです。もう夢が叶いました。ネバーランドに住むのは冒険心いっぱいの元気な子供たち、ロストキッズ。いろいろなところにロストキッズたちのいたずら書きがあるんです。そして耳を澄ますと、あ、聞こえました？ロストキッズの声が聞こえます。ちなみに私がかぶっているこの帽子もロストキッズをイメージしたもの。そしてピーターパンといえばフック船長の海賊船、この船にも乗り込むことができるんです。もう夢にまで見たあの船ですよ。これフック船長のフックじゃないですか。こうやってフック船長になりきることもできますね。ピーターパンどこだ。あ、船を運転しているような体験もできます。さて突然ですがここでクエスチョン。私はどこにいるでしょうか。正解はドクロ岩の中でした。映画の世界そのものですよね。ドクロ岩の中は、はい、ゴツゴツとした岩、ちょっと鍾乳洞のようにもなっていますよね。あ、見てください、下には宝箱がありますよ。そしてこのエリアには新アトラクションが2つもあるんです。まずはピーターパンのネバーランドアドベンチャー。ここでは長官員がフック船長に誘拐されたんだ。大変だ、ジョーを助けに行こう。 3D のメガネをかけていざ出発。ピーターパンやティンカーベルとともにフック船長と海賊たちからウェンディーの弟ジョンを救う冒険の旅です。ウェンディー、ジョン、すごい、これは飛んでるみたいです。飛べる飛べる、 You can fly ですよ。私空を飛んだんです。もう 3D なのでもうピーターパンがすぐ目の前にいるみたいな没入感がありました。いやー、子供の頃に帰りたくなりましたね。そしてもう一つのアトラクションがフェアリーティンカーベルのビジーバギー。キノコが大きかったり、お花がこんなに背が高かったり、なんだか自分が小さい妖精になった気分が味わえます。こちらのアトラクションではティンカーベルの作った乗り物に乗ってまるで小さな妖精になったかのような体験ができます。さてディズニーリゾートといえばポップコーンも欠かせませんよね。このポップコーンワゴンはロストキッズたちが廃材で作ったものです。ここでまたまたクエスチョン。ファンタジースプリングスのエリアに登場した新たなポップコーンは何味でしょうか。皆さん何味だと思いますか。ヒントはしょっぱい系です。正解はローストビーフポップコーンでした。このローストビーフ味のポップコーンは甘辛くブラックペッパーが効いてお酒が進みそうな味わい。ポップコーンバケットもピーターパンに登場する時計台になっていてライトもつくんです。そしてこちらではロストキッズの隠れ家をイメージしたレストランが。見てください、逆さまになった船が屋根になっています。あそこにはロストキッズたちのお洋服が干してありますよ。
ここでいただけるのがロストキッズスナックボックス。バターカレー味のチキンかレモンティーチキンの2種類から選ぶことができます。それではレモンティーチキンをいただきます。ロンドンが舞台なので紅茶を使っているんですって。大きい。あ、レモンの爽やかな香りがします。紅茶の風味が口の中にふわーっと広がりますね。そしてティンカーベルをイメージしたドリンクもピクシーダストソーダです。かき混ぜるとグラデーションが綺麗ですよね。ティンカーベルの魔法の粉が降りかかっているみたいです。うん、わあ爽やか。キウイが果肉がたっぷり入ってるんですよね。つぶつぶの食感がとっても美味しいです。スーベニアはお手拭きのケースやカップがついてきます。ピーターパンの世界での食事はまさに夢の中でした。そして話題になっているのが東京ディズニーシーの新ホテル、ファンタジースプリングスホテル。目の前には映画ファンタジアに登場するミッキーの魔法の泉があります。ホテルの前にはディズニーキャラクターたちの魔法の泉があるんです。ホテルの中に入るとかわいい。すごい。天井高いですね。エントランス進んで正面にはパークを見渡せる窓もあります。ホテルの部屋には2つのタイプがあり、一泊一部屋30万円から最上級のリゾートステイができるグランドシャトー、そして6万8000円から泊まれる上質な空間のファンタジーシャトーがあります。ベッドの上にパスカルがいます。壁にはラプンツェルの絵が描かれています。ここもベッドになっているということで、すごく可愛い空間で寝ることができます。宿泊するとエコバッグなどのアメニティもありますよ。またホテルには宿泊した人しか見られない美女と野獣の魔法の泉も。そしてテラスから外を見てみると、目の前にはファンタジースプリングスの世界が広がります。最後はファンタジースプリングスの最新グッズも見逃せません。アナと雪の女王に出てきたぬいぐるみもありましたよ。ラプンツェルのプラネタリウムのおもちゃも眠るときに使いたい。タンブラーのコースター、ピーターパンの影になってます。ピーターパンに会いたくてウェイティが大事にしまってた影ですよね。新エリアにちなんだグッズ絶対ゲットしたいですね。東京ディズニーシーファンタジースプリングスは6月6日からのオープン。魔法の泉であふれんばかりの思い出作りをしてみてはいかがでしょうか。